はい、チルチルでーす。今回は先日ミンクラで見つけたコメント、ブリスを使うと驚くほど簡単に傷が消えるという書き込みがあったので、この書き込みを一度検証していきます。個人的には傷消しができ、コーティングもできるものというと、真っ先にブードゥーライドのシルクが頭に浮かびます。そもそもコーティング剤で傷が消えることはなく、一時的に傷が見えなくなっているだけのことと思いますが、もしかしたら本当に傷が消えるかもしれませんので、今回は一度検証してみます。で、ついでに一度ブリスの方を調べてみました。こちらは公式ホームページで見ていますが、確かに私自身も以前にブリスを使ったことはありますが、耐久性も良く施工性も簡単で結構いい感じのツヤ感が出てきて、これはこれで良いコーティング剤であると思ってホイールのコーティングによく使っていました。で、改めて調べてみても特徴の方にも傷消し効果があるというものはありませんでした。もしかするとブリスはツヤ感がとても出てくるので、そのツヤ感のせいで角度によっては見えなくなっているのかもしれません。まあとにかく一度施工してみて、その効果について検証してみたいなと思っています。ちなみにこのチャンネルでは洗車およびシリコン洗車歴7年の経験をもとにシリコン洗車関係の動画を多くアップしていますので、チャンネル登録もお願いします。現在傷の状態をライトを当てて見ている状況です。この傷は結構深めな傷ですね。この傷がコーティング剤を施工するのみで隠れる、消える、どのように表現したら良いのかよくわかりませんが、消えることは難しいと思っています。で、続いて上の方のノブ周りの傷、このドアを開閉するときによくつく傷、これは先ほどの傷よりも深さはありませんが、浅めの傷がたくさんついている状態です。この深さの傷ならもしかするとブリスで消えるかもしれませんね。では早速この浅めの傷に対してブリスネオを施工していきます。本当に施工のみで傷が消えるのかっていうところですよね。この傷です。で、検証のために傷箇所をマスキングを行い、右側にブリスネオを施工し、反対側の左側は未施工でどれぐらいの違いが出てくるのかを見ていきます。ちなみにブリスシリーズには4種類ほどありますが、今回はブリスネオを使って検証していきます。ではこの箇所にブリスネオを施工していきますが、ブリスはボディが濡れた状態で施工するタイプですので、まずは濡らしていきます。水で濡らすことでこのように一瞬傷が消える傷は、一般的なコンパウンドであれば消せるレベルの傷ではありますが、今回の傷は若干消えている感じはありますが、完全に消えている感じの傷ではないようです。果たしてこの傷がブリスのみで消えるのかっていうところですよね。で、現在ブリスの効果がより発揮されるようにボディに直接スプレーしてブリスを施工している状態です。本来の施工方法はクロスなどに一度スプレーしてから施工するタイプではありますが、今回はコーティング剤で傷消しができるのか。本来の施工方法はクロスなどに一度スプレーしてから施工するタイプではありますが、今回はコーティング剤で傷消しができるかにフォーカスして企画を行っていますので、このような施工方法で行っています。で、ブリスが施工ができたら手順に従ってすぐに流していきます。ブリスの施工の特徴は施工後にすぐに流すことにあります。で、ある程度の流しができましたので、最後に水毛を使って水分を拭き上げました。では効果を見ていきますが、まずは目視状態です。この状態でも傷が消えていないということが目視できます。次はライトを当てていきますね。こんな感じですね。全く消えていませんよね。ほとんど変わりがないです。まあ正直検証の前からちょっと怪しいなぁと思っていました。ブリスで傷消しはどう考えても無理だろうと。とはいえ一度検証してみないと真相はわかりませんので検証してみました。この箇所のこの程度の傷なら一般的なコンパウンドを使えば簡単に消すことができてきますが、できればブリスでと甘い考えで検証を行ってみましたが、この結果でした。あの書き込みは一体何だったんですかね。で、もしかしたら2回施工したら何か効果が出るのかと思って、その可能性にかけて今現在2回目の施工を行っています。
ブリスの説明欄にも重ね塗り効果について記載がありましたので、で2回目の施工もできてきましたので、現在ライトを当ててその効果の方を見ています。どうでしょうか。全く変わりないですよね。全然消えていません。やっぱりブリスでは傷消しは無理ですか。ですね。まあ一応施工手順にのっとって流しを行っていきますが、結論的にはブリスではこの箇所の傷消しは難しいということですね。で、せっかく比較のためにマスキングを貼って行っていますので、水分を一度拭き上げてからそちらも一度見ていきますね。ではある程度水分も拭き上げできましたので、マスキングを剥がしていきます。どうでしょうか。艶感は確かに違いは出ていますが、傷箇所については全く違いはないですね。まあここまでの検証の結果を言うと、ブリスでは傷消しができないということですが、コーティング剤としての艶感はやっぱりいいということです。くっきりマスキングのテープの跡が残るほど艶感の違いが出ています。とはいえこのままでは動画として成立しないので、ついでにブードゥーライトのシルクでも同じことをやってみて、シルクの傷消し効果にも見ていきます。さすがにこのままでは皆様に動画としてアップできませんので、もうしばらくお付き合いください。シルクに期待です。もしブリスでダメだった傷をシルクで消せたら、これはこれで結構すごいですよね。ということでこちらのシルクを使っていきます。こちらのブードゥーライドのシルクは下地処理とポリマーコートが同時にできるコーティング剤となっています。シルクの方はメーカーによるとノーコンパウンドタイプとなっていますので、そういった意味でも先ほどのブリスと比較しても公平だと思っていますが、個人的にはシルクに期待しているところです。この傷箇所に対してシルクを行っていきますね。では綺麗なマイクロファイバーにシルクを少量取って、この箇所にシルクを施工していきます。施工方法自体はクロスなどにシルクを取って、あとは軽く拭いていくだけのことですね。あまり力は入れないようにしてください。まあイメージで言うと軽く力を入れずに傷を消している感じがします。である程度拭けたら面を返して、綺麗な面に変えてから拭き上げていく感じですね。このシルクはちょっとした水染みぐらいですと結構消すことができてきます。シルクだったらこれぐらいの傷なら消せるのではないかなと少し期待しているところです。である程度シルクが施工ができたら、ちゃーっと流していきますね。こんな感じでシルクの場合は疎水状態になっていますね。シルクは疎水型のコーティング剤です。まあ今までに実際に傷消しにシルクを使ったこともないので、やってみないとわかりませんが、果たしてシルクの効果はどうなのかというところですよね。では効果の方を見ていきます。どうでしょうか。こんな感じですね。だいぶいい感じの効果が出ていますよね。元々の状態はこんな感じで結構たくさん傷が入っていましたが、シルクを施工することでここまでの状態になってきました。ブリスではほとんど傷消し効果は見られませんでしたが、やっぱり期待通りシルクならコーティングと同時に傷消しもできました。まあそうはいえ完璧ではないですよね。で次はこちらの箇所も同時にやってみます。ここにもたくさん傷が入っていますよね。そして結構強めな傷も入っています。横ラインに斜めに結構強めな傷が入っていますよね。こちらも検証してみます。では次はタイプの違うこの傷で検証を行っていきます。こうやってライトを当てて改めて見ると、結構洗車傷も入っているってことがよくわかりますよね。一応傷箇所に比較のためにマスキングを行って、右側にもう一度ブリスを施工し、ブリスの傷消し効果をもう一度見ていきます。まあ正直これでダメだったらブリスは諦めます。まあ正直ちょっとブリスは効果期待できませんが、ちょっとやってみますね。ではブリスを傷箇所に施工していきます。施工自体は先ほどと全く一緒なので、早送りしていきます。ではブリスが施工できましたので、ちょっと確認していきますね。ライト当てて現在確認をしていますが、どうでしょうか。
まあやっぱり消えていませんよね。横にくっきり入っていた線が残っています。まあ多少戦車傷が、細かい戦車傷が消えているような感じもしますが、どうでしょうか。で、次は中央に貼っていたマスキングテープを剥がしていきますね。ちょっとお待ちください。今剥がしました。で、これから確認していきますね。ちょっと残っていたので水分を拭き上げています。で、見ていきますね。こんな感じですね。どうでしょうか。まあ、ちょっとマシになってますかね。まあ、ほとんど変わりないですよね。やっぱりブリスでは傷消し効果はないということです。まあ、ここまでコーティング剤での傷消し効果について見てきましたが、フォローすると、ブリス自体は施工するとやっぱりツヤ感が出てくるコーティング剤であるということです。こうやって見ていても、洗車傷自体は消えていませんが、鏡面仕上げになっているということはよくわかると思います。では、ブリスでの傷消しについては諦めましたので、次はこの傷に対してシルクを使って傷消しを行っていきます。今回の傷は結構深めで斜めに大きく入っている傷ではありますが、この深めの傷でもシルクなら消えるのか、それとも深めな傷にはやっぱりシルクではダメなのかを見ていきます。先ほどと同様にシルクを少量つけてクロスで軽く拭いていくだけのことですね。これで本当に消えてくれたら本当にありがたいんですが、どうでしょうか。で、軽くシルクが施工できましたので、次は流していきます。やっぱり結構ポリマーコーティング効いていますよね。水をかけるとやっぱり疎水状態になっています。シルクもブリスも疎水コーティングですね。で、最後に水分を拭き上げていきます。で、この傷に対してシルク施工できましたので、現在見ていますが、どうでしょうか。難しいですね。若干薄くなっている感じがします。全く効果がないっていうことはないですが、完全に消えているってことはないですね。で、注目してほしいのは、周りの細かい洗車傷は消えている感じがしますよね。まあ大きな傷箇所はちょっと残っている感じはしますが、周りが結構綺麗になっています。まあやっぱりシルクのブードゥーライトのシルクは結構傷消し効果もあるっていうことですよね。要するにコーティングと同時に傷消しという意味ではブードゥーライトのシルクは完璧ではありませんが、結構優秀ってことです。で、最終的に数箇所あった大小の傷に関しては、結局のところシルクでほとんどの傷が消すことができてきました。部分的にシルクで傷消しを行いつつ、最終的にコーティングを今回の検証でダメだったブリスネオを使ってコーティングで仕上げてきました。今回使ったブリスネオは施工がとても簡単です。スプレーしてただ水へ流すだけで簡単にツヤ感が出てきます。まあ結構ブリスネオの場合は、まあブリスネオだけでなくブリスシリーズの場合は結構ムラが出るって方も多いようですが、私の場合は簡単にムラなく簡単に仕上げることができてきました。今回の傷消し検証の通り、傷消し効果についてはブリスでは期待はできませんが、コーティング剤としてはやっぱりブリスも優秀です。個人的には疎水コーティングっていうもの自体が好みではなく、撥水コーティングが好きな方なため、あまり使う機会はありませんが、改めて疎水のブリスを使ってみると、ツヤ感は簡単な割にとても良かったです。傷消し効果があるブードゥーライトのシルクで全体的にコーティングしても良かったんですが、耐久性や施工の落差などを考えると、同じ疎水コーティングであればやっぱりブリスっていうことです。ブードゥーライドのシルクにはブリスのような耐久性が期待できないのが正直残念なところです。まあ今回の2つを使うなら何を目的に使うかですよね。傷消し効果ならブードゥーライドのシルクですし、耐久性ならブリスってことです。もしかしたらブリスネオも施工後しっかり寝かしてそれを何度か繰り返せば、重ね塗り効果によって違う結果になったかもしれませんが、その可能性も個人的には正直厳しいと思っている状況です。
で、最後にブリスネオで仕上げた状態を見ていますが、結構いい感じの艶感出ていますよね。そしてこの撥水性能です。まあ一応ブリスネオは疎水コーティングとなっていますが、こんな感じですね。こんな感じで私のチャンネルでは洗車に関する動画を主にアップしています。今日の動画が役に立った、もしくはためになったって方はグッドボタンもお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。